アルネイ・ミール・ヤコブセンは、デンマークの建築家、デザイナー、ユダヤ人であり、モダン様式の代表的な人物の一人である。スワンチェアとエッグチェア彼の建築業績の中には、オックスフォードのセント・キャサリンズ・コレッジ、マートン・コレッジでの仕事、ラディソンのロイヤル・ホテル、デンマーク銀行、多くの町役場、および他の建築物がある。 彼は多くの優れたイスと他の家具を設計した。また、国際的な賞も授与されている。彼の家具デザインの多くが、モダン様式の手本になっている。1952年からのアントチェア、スワンチェアとともにラディソンホテルで設計された、エッグチェアなどである。彼の、最も知られた作品は1955年のセブンチェアであり、500万本以上を販売している。 セブンチェアは1963年ルイスモーレーの有名なクリスティーン・キーラーのヌード写真において使用された。以降、セブンチェアは姿勢をデッサンする多くの肖像に使用されている。製造は発表当時はフリッツン戦車が手掛けていた。現在では複数の企業が製造している。建築における理想を追求したデザイン、家具までも含めた一貫性という点において、 ミース・ファンデル・ローエに影響を受けたと自ら語っている。1902年、デンマーク・コッペンハーゲンで貿易商を営むユダヤ系デンマーク人の父ヨハンと母パウリーンの長男として生まれた。当初は画家を目指していたが、父親の反対を受ける。1921年、父に反発して家を出て客船の旅客係として働き始めたが船酔いを。 克服できず、すぐに辞めている。ベラビスタ集合住宅その後、友人の建築家、フレミングラッセンに絵の才能を活かせる建築の道を進められ、1924年にデンマーク王立芸術アカデミーに入学した。在学中には、カイフィスカーの下で1925年のパリ万博、デンマークパビリオンの椅子の設計に参加している。 1927年に同校を卒業した後、パウル・ホルセイの事務所に入所。同じ頃、マリー・イストラップ・ホルムと結婚。マリーの紹介で、ポール・ヘニングセンと知り合う。1929年、フレミング・ラッセンと共に、コンペに向けて、モダニズムの形式を取った未来の家を発表。モダニズムの機手の一人として、デンマーク国内において、一躍注目を集めた。 これにより、その名が広まるところとなり、住宅設計の依頼が増え始めたため、同年、事務所を設立。1930年代、コッペンハーゲンの北に位置するクランペンボーの海岸沿いのベルビュー地区に、レストランや劇場の隣接するリゾート型複合住宅を建設するコンペに当選し、ベラビスタ集合住宅をはじめとする大規模リゾート計画を手掛けた。また、 ヨーロッパ各国を回り多くの古典建築に触れている。1940年、デンマークがナチスドイツによって占領されると、ユダヤ人であったヤコブセンはナチスによる迫害を恐れ、ポール・ヘニングセンと共に、当時の中立国であったスウェーデンへ亡命した。亡命中は建築設計はほとんど行われず、二人目の妻ヨハナとテキスタイルデザインを手掛けるなどして過ごした。 ラディソン SAS ロイヤルホテル第二次世界大戦が終了するとデンマークへ帰国した。1946年から手掛けたスーホルム集合住宅では非対象の屋根を採用するなど新しい概念を持ち込んだテラスハウスを発表。1950年代初めからは後に世界的な評価を得ることになる家具デザインを始めた。 家具デザインのスタイルは1952年のアントチェアによって確立され、その後もスワンチェア、エッグチェア、セブンチェアなどの家具作品を続けて発表した。1956年に竣工したデンマーク国内初の高層ビルである SAS ロイヤルホテルでは建物の設計からインテリアデザイン、照明やドアノブ、食器類などの細部までを一貫して手掛けた。 1964年のオックスフォード大学セントキャサリンカレッジでは加えてランドスケープデザインも手掛けるなど建築に関わるすべてのもののデザインに携わる姿勢はヤコブセンの特徴の一つである。1971年に着工したデンマーク国立銀行はヤコブセン最初の国家レベルでの仕事であると同時に遺作でもある。同年その竣工を見ることなく制御した。 ありがとうございます。